はい、どうも、虎吉の無課金ハオーロード阪神受精編です。今日でログインが、1186日目ですね。はい、現在2022年9月15日の15時5分なんですけども、まずはね、今回お知らせの方からねご覧いただきたいなと思うんですけども、イベントで、ドリームキャラバン来ましたね。はい、ドリームキャラバン来ました。で、お知らせの方でね、第36回最強決定戦12球団別リーグ、事前エントリー受付中ということで、まあこのアカウントね、阪神純正だけでやってますんでね、阪神限定リーグにもちろん挑むんですけどね、まあまだちょっとね、まだ育成中の選手もいますんでね、また直前になったら、そうですね、オーダーの方のねご紹介したいなと思うんですけども、まだちょっと育成も頑張ってます。はい、で、まあそのドリームキャラバンですけども、まあ報酬の方ですね、ここですね。はい、まあ10周で S1 客車ありますんでね、まあ基本的に僕はね、ドリームキャラバンはもう走らないんですけども、まあ累計はねもちろんきっちり取っていきたいなと思ってますんでね、まあ多少エナジーちょっと使って累計ちょっときっちり取っていきたいなとは思ってます。はい、そういう感じです。1週間のイベントですね。はい、それでは、今回契約書ね、開封したいなと思うんですけども、ゴールド契約書5枚と、あとこれですね、 S ラン確率 30% 契約書と S ラン確率 10% 契約書、この合計7枚ですね、7枚の契約書を開封したいなと思います。ぜひ阪神純正ね強化できればなと思ってます。はい、それではまずゴールド契約書5枚からいきますね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ですね。はい、ぜひ S ランク、まあ、A ランク以上ね S ランク来てほしいなと思ってます。いきます、ゴールド契約書5枚、お願いします。 S ランク来い。んんないか、燃えろ。あー、あかんか。あーか、はい、まあまあまあいいです。はい、はい、ゴールド契約書5枚は全部 B ランクでしたね。残念です。それではですね、 S ラン確率 10% の方からいきます。これからいきますね。高打の達人上級全クリア報酬、 S ラン確率 10% 契約書、ぜひ S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。んいや、あかんか。いや、渋いな演出。割れろ。あ、ないわ。近藤選手、日本ハム。はい、残念ですね。 S ランクも阪神も来ずということで残念です。それでは最後にこれですね、はい、高打の達人8万5000達人ポイント達成の報酬、 S ランク確率 30% 逆勝いきます。ぜひ S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。さあどう。おー来た。はい、 S ランク来ましたよ。よしよ、阪神来い。青柳選手来い。阪神来い来い。おー、ビエラ選手、巨人ですね。はい、まあまあまあ、でもね、阪神ではないですけども、えらい超えてますね、このビエラ選手ね。はい、まあ、阪神ではないですけど、まあ、S ランク来たんで、よかったですね。はい、最後の最後で S ランク来てくれました。はい、まあ、よかったです。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、今日からドリームキャラバン始まりましたんでね、まあ、僕は走らないですけども、累計をきっちりとってね、まあ、S ランク客車をきっちりとっていきたいなと思ってますね。はい、まあ、S ランク確率 30% 客車で、まあ、S ランク出ましたんでね。まあ、それは良かったかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。